僕がね、高校生に入ってね、もう無遊病者みたいな状態になってたんですけど、その時にね、無遊病者にぴったりのアルバムが出たんですよ。サーザンオブサーズの、なんだっけな、ステレオタイオーズっていうね、アルバムが出て、それでますます無遊病者みたいになって。Again. Oh!